強いやつを、これが本当の試合なんで、今からはアップなんで、2人アップなんで、次あの亮太郎くん呼んじゃおうかな。自分の土俵で戦う、あくまでも俺は。ちょっと一味違うかな。ウィーレレベル慎重にこう、サッカーは。おー、ちょっと待って、おー、やばい、ドリブルが上手いイメージがあるんでね、久田君も。おお、危ない危ない危ない。これちゃんとサッカーになりそうですね、これは。うまい、このパス。え、しかもここでオフサイド取られるっていうどんな、こうパス出すのもおかしいよね。これは大差つかなそうな雰囲気あるね、いきなり。いいディフェンス。アイマル崩されちゃう。ちゃんとサッカーしてくるぞ。よし、バンダガンスルーパス来た。よし、すごい。浮かすイメージまであったけど、キーパー止めた。はい、すごいね。駆け引きやったら俺突っ込んでくると思ったのに止まったもんね。あるから、ね、そう、整ったよ。中だけ、中だけ、やべやべやべ、待って待って待って、触るっぽかったけど、危なかった今。そこはスペアだけしない。よし、メッシ対決でアルゼンチンとか、コーナーだから一番うまい。勝負になってくるかもしれない。ちょっと、そうそう、まず陣形取らないと。そう、よし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 、いいよいいよ。適用されたプレステ2の土俵に。メッシー、メッシっぽい、メッシっぽいプレッシャー。ハイライトにすらなら枠の外れ方。
あのパソコンのシュートは入らんっていうことが分かった。もう打ちませんもん。もうクロス上げるんだ。メッシがまだあのカットインシュート習得してない。パス初めてこんなパス回されだした。バルサっぽいもんさ。でもね、こういう攻めがあるんだよ、アルゼンチン。パワープレイ。クレスト。マントップクレスト。入ってくるよ、侵入しちゃうよ、そんなに下がっちゃうと。おっしゃ、来た PK ゲットです、俺ガチや、うわ俺の得意技だ、PK ゲット僕の必殺技だと、PK ゲット、これ見てほら、かわしてますもん、俺よし、よし、よし、よしおおよしいや、この一番大事な試合で復活はないよ、でも呼ばれとったね真ん中やろ一番大事な試合で復活はないわクレスポ。やっべ開けてしまった。おっしゃー。おっしゃ。ちょっと待って今開けてしまったよあそこのゾーン出てしまったよ二人で。来た。しかもこのシュート止めれるよ。なんなんこのシュート。ちょ見てこれだってこれ。止めれるやろそんな。キーパー下手すぎやろ。ちょっとやばい。ロスタイム。あと一回攻めるよ。絶対攻めるよ。PK 外してのこれやけね。よしよしよし。やっぱサッカー怖いよ。ちょっとやばいやばいやばい。絵的には面白くなってきたな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これね。クレスポがもう生きてないよ。テベス、ああ調子悪いし、テベス。テベス出して。サミュレ、もうワントップ、ヨーロワントップ。左に。テベス左できん。できるやろ。やってみろ。やりよったらウィーレもマーク増えるかもしれない。練習だって。マジちょっと早い段階で1点取る。おしょらテベス、おらサージできるよ、お前。テベス、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 テベス。いいよ。うわぁ、最終速度。おぉ、来た。おぉ、ちょっと危ねぇ。危ねぇ。めっちゃ危ない。何それ。いやいやいや、ちょっと待って、何しようもんすよ。これ。マジか、やばいやばい。これ絶対これ、セントレム。出るとスルーパス出されるんで気をつけよう。スペース埋めた方がいい。まずおい、いや、外よ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 、危ねえ、危ねえ、マジでやっぱ、おい大げさだぞ、こけるの、お前ちょ、本当に背面点取らんとこれ守備固められてやられる。でも、トップにサビオラ入れてるんで、ドリブルできる。でサビオラがもうここで外す動きしたい。いや硬えな守備。ちょっとラグレッシブにして全てにプレー溜め作ってくるけど、このここで取ったチャンスだから。これ取る取る取る取った。うわ取れんボールが。やばいやばいやばい。相手のスペースめっちゃ疲れました。大丈夫大丈夫。いいよ下げさせるのはいいよ。今人数かけてるから取ったら早め取ったら早く。取ったら早く、そう、これ狙ってたよ。取ったら早く、取ったら早く。いや後ろ警戒しすぎなんだよ。止められない。うまい、うまい、またここまでプレス。プレス、取った、取った、取った。やばい、やばい、やばい。やばい、ちょっと危ない、危ない。ここでこかしたらファールで、ああ、ファールで、PK だよ。出るな。やべ、早い。大丈夫。ゴールまで最短距離。ゴールまで最短距離。そう。奥さんない。OK。高さ、高さ、分がある。アルゼンチン。来た、サビオラ。このために俺、サビオラ入れてたよ。やばい。サビオラ、このために入れてたよ、俺。うわぁ！トーキックやるの、単純にできる。
ッションができなくなった。早く攻めたい。サッカーのスタイルを変えるのか。違う、相手に合わせてサッカーのスタイルを変えるんだ。あー、マジで繋がり出した。大丈夫大丈夫、 OK 取った。はい、早く前に早く、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 サビラナ、いける、ほら来た、いけだよ、おーい。いやー、やっぱでもプジョル早いよ。めっちゃ回されだした。適用されたプレスティ2に。アイマールが、アイマールが、うわ、守備うまいな。対応してくる。でも俺はその1個上を行くぜ。チェンバレてほしい。完全に読まれてる。読まれるなら1個上を行くまでだ。うん、まっ、ドリブルで行かないっていうね、こう。トン、トン、トン来た、これ。いやー、これは延長、延長見えてきたよ。逆転あるよ、これ。焦ってる、焦ってる、相手焦ってるよ。サイドバック、サイドバックはね、ここで畳みかけるぞ。攻撃的なマクシロドリゲスがサイドバックに向いてるんだ。サイドからドリブルは難しいと踏んで、詰め方を変えてきました。選択肢が変わる中で、選択肢が変わる中で、サイド使うのか、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 使わないのか。うわぁ、初めて試合らしい試合になった。やっぱ追いついた方が有利やね、こいつ。ほらやばいやばい、ほら来て、うわぁ、守備がこう絶妙にちゃんとコース切ってくる。キレキレのメッシ今日。メッシもうちょっと使っていこうかね。休ませとくとね。おい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 。大丈夫、2対1、2対1。中切れ、中切れ、そう。OK。完璧、ハマったよ。ちょっと中も使ってみようかな。1点取るとやっぱね、ボール持てるようになる。急がないといけない。OK、 素晴らしい、パーフェクトです。高い人、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 縦相手を、ここでサイド変えていく。サイド変えていく。サイドはかかっても、来た来た、いや、いける。読まれたかね。ちょっと今のファウルやん。延長戦か。延長、延長、延長、延長。いや、いい試合ですね。同点。でもシュートは2本しか打ってない。俺10本投げシュート。サッカーってやっぱ分からない。最大の調子のメッシ、いい、中に勝っていい、中に勝っていい、中に勝っていい、早すぎる、うわぁ、マジか、早すぎる。プジョルの守備めちゃくちゃいい。サビオラが前に出れんかったもん。組んでるよ、ここ二人でボール取れてる。よく見て、よく見て、パチパチ、間だ、そう、
サースたち。うわー、プジョルに全部止められる気がする。俺この位置で飯持った初めて、今日初めてこのアクションだ。延長、延長にハマるよ。やべ、これ TK かもしれない。 TK かもしれない。サイドバック上がったとこ、開けねえし。え、今開いちゃったよ、レーダーみたいな。やばい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 、これやばい。やべやべ、エース、エースに持たれた。うわー、マジか。マジか。今の入る、その角度。さあ、何このシュート。怖いや。アウトサイドで行ってきたんやけど、あそこから。でもね、取っちゃうんだよな、僕ここから。サビオラさんは。開いた。やべやべ、もうちょっと待って、俺やべ、マイキマイキマイキ、よっしゃ来た。こういう時にチャンスになるな、結局こいつなんだよ。もう一個、いいやろ、いいやろ。嘘、なんなんそんな、おめえ、おめえ、よこせ。死ね、死ね、こら。やばい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 、時間ないぞ。プレス、やべ、プレス、やべやべやべ、ちょっと待って、行きましょう。頑張れ頑張れ、くそー、やばい、ボールだから攻めれるから、これで。やべ、こういう時俺頼りになるやつはこいつしかない。メッシで、こういう時メッシで、メッシで。お、いい抜け方した。よし来た。やばい、どうやろ。時間ないよ。来た、この角度入れん。うわー、マジか、死ね、ほら。うわー、マジか、やべ。うわー、時間ない。まだ、あと、待っちゃった。うっしゃー、よし、そうやん、よし、勝った。そうやん、これ。このシュートもさ、これ見て、このシュート止めねえキーパーどうなん。見て、このこれもう真横やん。いやー、ゴール前崩せんかったな。トーキックできるし、これ見て、このアウトサイドだったらおしゃれすぎやろ。いやー、もうこの時に俺は PK まで行くよ。これすごいシュート打ったな、今ひねって。最後のゴール乗らんよ。あ、違う、これシュートだ。これやろ、最後。これすごすぎやろ、入る、これアウトサイド、ほら。キーパー、ちょっと待って、俺キーパーがいたやったよ、多分。シュート11本か、俺。ゴーフェス、あっちゃん、帰ろう。どうも、今、僕負けたばっかりでテンション低いんですけど、今日はプレイステーション2の Wii で初めてやった。どうでした？難しかった。3-0？ 5-1？ 1-2 で負けてしまうっていうね。でも、あの、面白い。またちょっと、トキ君、ちょっと僕リベンジさせてください。悔しいですね。ということで、ウィニングレブンはあの上から見るんで、頭鍛えれるんでね、やっぱこう頭のいい選手がやっぱ上手いっていうことが実証されました。また第2回やりたいと思うんで、あのやりたいよっていう方言ってください。対戦しましょう。じゃあね。